はい、皆様お疲れ様でございます。ついそんです。本日のお家で自分でフェイクバスターズ対象スニーカーはこちら、2020年4月18日発売、ナイキエアジョーダン1レトロハイ OG コートパープル、通称 2.0 と呼ばれるものです。こちらがですね、正規品というエビデンスにつきましてですが、はい、こちらのようにですね、過去に動画を上げておりますが、自身でスニーカーズの方でゴッテムしたスニーカーとなります。はい、そうしましたら皆様の方にご用意いただくもの、まずはボックスですね。そしてシューキーパー、スニーカー本体で、マジックライトの方ある方はご用意ください。それと手指汚れつかないようにですね、白い手袋の方もご用意ください。それとあと納品書もあればご用意ください。まあこの当時はまだ納品書の方はね、ついてきましたと。裏面英語表記の方ね、ございます。まあ今偽物であってもね、こちらの方は英語表記ございますので、まあ、あるからといって、間違いなく正規品というわけではございませんと。はい、はい、あと納品書の方ですね、当時は 1万7600円だったんですね。安く感じますね。はい、こんな感じで、まあ印刷カラーコピーとかね、すると色合い違ってきますから。まあ、あと画像を通すと、やっぱりちょっと若干ね、色合い違ってくるかもしれないですけど、明らかにね、印刷はこれ全然違ってきますんで、はい、比較してください。開閉はね、なんかマーブルみたいな薄いパープル、まああと濃いところもあるんでね、完全にマーブルみたいな感じですね。はい、コートパープル 2.0 に関してはなんかね、ここがね、浅いんですよね。他の AJ1 に比べて。うん、で、単択はレザーと。
はい、ということで、本日の比較動画は以上になります。何かご不明点などございましたらコメントの方ください。はい、お疲れ様でした。